4、中日ドラゴンズ、東海。4月17日までの開幕16試合で失点数の合計は30点でしたが、18日ヤクルト戦で11失点、19日阪神戦で7失点、そして20日は15失点3試合での失点数は33と、開幕16試合を超える失点数をこの3試合で喫しています。中日の老けっぷりどないしたんや。ほんま短い展開やったわ。柳、メヒア、大野ほんま情けない。正直そこまで深刻に受け止めてない。むしろ入れ替えのチャンスや島田貯金は残ってる。連敗自体は痛いけど、松葉が試合作ってくれたおかげで、この3戦のダメージは抑えてくれた感はする。た、6連戦2勝4敗の結果で、いちいち願ってんじゃないよ。まだあわわわ当てる時間じゃないだろ。慌ててるやんけ。燃えすぎてブレられてないけど、実は打線良くないよ。七方は最後に打点上げたのいつや、今週ゼロやろ。ゴールデンウィークぐらいまでは夢見られるかなと思ってたけど、甘かったか。このスコアかわいそうで草。